しおりんの料理教室。はい、ついに始まりました、しおりんの料理教室です。この番組はですね、しおりんがここにある駄菓子の素材を使って高級創作料理を作るという番組になっております。はい、あ、メルリプレットさん、こんばんはです。こんばんはです。見えますか？はい、はい、あとアイバソンさんですね。はい、こんばんはです。こんばんはです。はい、あ、それではですね、番組の方にお便りが、早速なんですけどお便りが届いているので、見えますか？こちらのお便り見えますかね。お便りが届いていますので、こちらの方を読んでみたいと思います。はい、はい、春日部市のペンネームゆかぽんさん、35歳からです。こんばんは、しおりちゃん。番組が始まるのを3歳の娘と一緒に楽しみにしていました。ついに今日からですね。最近娘の通っている保育園ではしおりんの歌が流行っているみたいです。 ありがとうございます。いつも家に帰ってくると、しお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 と楽しそうに口ずさんでいます。この番組で紹介するお料理を娘と一緒に作ってみますね。しおりちゃん、これからも頑張ってね。ありがとうございます、ゆかぽんさん。これからもね、番組の方を見ていただいて、それでお料理の方、娘さんと、はい、娘さんと一緒に作っていただけたらなって思います。ありがとうございます。はい、それではですね、早速なんですけれども、ここにある駄菓子素材の中からどれを選ぼうかなと、あ、押してしまいましたね押してしまいましたね。この中からいくつか素材を選んでいこうと思います。うん、どれにしようかな。うまい棒、うまい棒、これ復刻版って書いてありますよ。復刻版、あ、しかもなんか謎のキャンペーン中とか書いてありますね。詳しくはホームページまで。何ですかね、これは。たこ焼き味のうまい棒、こちらの方を使ってみようと思います。よいしょ、材料のところに、材料、うまい棒、カッコ、たこ焼き、はい、材料一つ目が決まりました。うまい棒のたこ焼き味となっております。そうですね、次は何にしますかね。お、これは懐かしの駄菓子、人参です。人参、これあれですよね、お米が、なんだろう、お米をなんか機械の中に入れてポンポンって出てくるやつですよね。すごい大きい音がするやつですね。これも懐かしの駄菓子、人参を使ってみたいと思います。じゃあ材料の2つ目に、よいしょ、人参も書いておきます。その次はですね、何を使いますかね。なんだろう、なんか綿飴とかありますよ。綿飴、グレープ味の綿飴、これとかいいんじゃないんですかね。あとは、あ、これ美味しいですよね。かば焼きさん太郎、かば焼きさん太郎知ってますか？見えますか？これかば焼きさん太郎も、これも使っていきたいと思います。じゃあ材料が、あ、ハートさん、こんばんはです。はい、じゃあ続々と集まってまいりましたね、視聴者の方が。ありがとうございます。じゃあ材料に、わ
探しと、かば焼き三太郎。かば焼きのかばっていう字がすごい難しいですね。はい、あ、こんばんはです、ありがとうございます。かば、草冠にさんずいに、こういうやつですね、裏輪の裏みたいな。はい、かば焼きさん、たろう。はい、こちらの、じゃあ今日はこちらの4点を使って、はい、駄菓子の創作料理を作っていきたいと思います。じゃあこれはとりあえず下げちゃいますね。よいしょ。ちなみにこちらにございますのは、あのしおりんオリジナルの高級ワインなので、はい、これも飲みながらやっていきたいと思います。よいしょ。そうですね、じゃあまずまな板を取り出します。まな板に、なんだろう、あ、包丁見えますか。こちらの包丁も使っていきたいと思います。じゃあ、あ、うまい棒、今目に入ったのがうまい棒なので、うまい棒をまず輪切りにしていきたいと思います。よいしょ。じゃんじゃじゃん。あ、よさん、はい、よさまさん、こんばんはです、よろしくお願いします。今ですね、駄菓子を使って創作料理を作り始めているところです。はい、あ、のぞみさん、こんばんはです。はい、じゃあうまい棒ちょっと味見してみますね、どんな感じですかね。これは美味しいですね。こんばんはです。はい、これ生放送でやっております。ちょっと高級ワインの方ちょっと飲んでみたいと思います。あー、なんかとにかく甘くてフルーツワインのような感じで大変美味しくなっております。それではですね、まずうまい棒を、はい、あ、ヨさんはさんが、てかうちの PC だと音が小さすぎて聞こえねえ。あ、それは大問題ですね。それはあの自由空間からぜひ見てください。それならちゃんと聞こえると思いますので。じゃあですね、まず手は猫の手です。猫の手にしながら、はい、あ、本当ですか。マイクをもうちょっと近づけますかね、これ。よいしょ。あれれ、マイクが剥がれないです。あー、マイクがちょっと動かせないんで、じゃあ声張っていきたいと思います。聞こえますかね、これ聞こえますか。聞こえますかね。じゃあこれで猫の手でうまい棒切っていきたいと思います。よいしょ。うまい棒を輪切りにします。うまい棒を切るコツなんですけれども、普通の人参とかを切るときみたいにザクってやるとボロボロってなっちゃうんですよ。こうやって丸くできないんで、なのでうまい棒を切るときのコツなんですけど、ノコギリを使うときみたいな感じで切ってください。よいしょ。こうやってギコギコやると、あ、惜しいですね。もうちょっとで輪切りになるところだったんですけど、もうちょっとじゃあ幅を厚めに切っていきたいと思います。あ、できました。うまい棒の輪切り、ちゃんと丸く可愛く切れましたね。はい、これをいっぱいくくっていきます。
あ、そうなんですよ。うまい棒もろいんですよね、これ。あんまり、なんだろう、切るのがすごいテクニックが必要ですね、こちらの方は。よいしょ。いや、これはすごい難しいですね、この丸く切るのが。あ、切れました。または丸く切れましたね。すごい可愛らしい感じになっております。そうですよ、あのよさまさんは自由空間に行ってぜひぜひ見てください。はい、よいしょ。着々とうまい棒の輪切りができてきています。よいしょ。いや、なんかうまい棒が短くなってきたんで、すごいこれ手元が危ないですね。これ喋りながらだとちょっと危ない感じなんですけど、よいしょ。はい、どんどんうまい棒の輪切り4個目ができました。あ、これで最後ですね。これでうまい棒の輪切りが出来上がる。よいしょ。よいしょよいしょ。あ、できました。うまい棒の輪切りがいっぱいできました。はい。あ、よさまさんがフリマで買った300円のスピーカーだからかな。そうですよ、300円のスピーカーじゃダメですよ安すぎますね。それはうまい棒を料理するって新しいですね。ありがとうございます。はい、ガラシを素材にして創作料理を、高級創作料理を作っていきます。はい、じゃあこの先ほど切ったうまい棒をお皿に盛り付けていきます。よいしょ。こんな感じですね。見えますかね、これ。うまい棒を盛り付けてみました。で、このまな板の上に残ったうまい棒は、じゃあ食べてしまいます。バナナに見えますか？あ、でもバナナっぽいかもしれない。あ、じゃあうまい棒のバナナ風とかそんな感じですね、これは。料理名が思いつきました、今ので。ありがとうございます。じゃあ次にですね、何をしようかな。じゃあかば焼き太郎さん、こちらのかば焼き太郎さんを使っていきたいと思います。あ、なんかかば焼き太郎さんの裏側になんかメッセージが書いてあります。毎度お買い上げありがとうございます。私、かば焼きさん太郎は、お魚のすり身に、イカ味を混ぜ合わせて、板状に伸ばしたものを、食べやすいようにカットして、オーブンで焼き上げました。その後、みりん、醤油、七味などで味付けをして、かば焼き風に仕上げました。万一品質に不都合がございましたら、お手数でも、お買い求めの月日と店名をお書き添えの上、原品を空袋ごと当社までお送りくださいらしいです。これがかば焼き太郎さんの説明ですね。じゃあこれをちょっと開けていきます。余ったものは食べる。そうです、そうしないとまな板の上が汚くなってしまいますので、余ったものは食べるというのはすごい重要な行為でございます。じゃあ次にですね、こちらのかば焼きさん太郎、かば焼きさん太郎さん、かば焼きさん太郎だ、かば焼きさん太郎を、じゃあどうしますかね。これは千切りにしていきたいと思います。はい、エコです。エコに優しい女性しおりんですので、さあこれ
手拭くものが欲しいですね。ちょっと手がベトベトになってきちゃいました。よいしょ。じゃあこれを釜焼きさん太郎を次はキャベツの千切り風にしていきます。よいしょ。硬いです。これは大変だ。これはですね、非常に硬いです。包丁で切れないです。かば焼きさん太郎さん、ん？かば焼き太郎さんさん、うん、わかんないですね。はい、これは非常に、皆さん食べたことある方はわかると思うんですけれども、やっぱ噛み切るのも結構硬いじゃないですか、こちらね。いやー、これちょっと包丁で調理するのはちょっと無理そうですので、よいしょ。そうですね、じゃあその抜き型があるんで、抜き型、お魚さんと車さんと犬さんの抜き型があるんで、これでちょっと形を作ってみたいと思います。これ抜けるんですかね。いや、ちょっとこれは無理だな。ちょっと待ってくださいね。今かば焼きさん太郎さんを抜き型で抜いているんですけど、これトンカチとかないとちょっと無理そうですね。ちょっとトンカチが欲しいな。これはちょっと、あー、もどかしいです、すごい。あ、声が聞こえないんですか。じゃあもうちょっと声を張っていきたいと思います。はい、いや、これは非常に硬いので手でちぎっちゃいます。えい、あ、なんだろう、これ手でちぎるのは簡単ですね。パリってちぎれました。じゃあこれを一口サイズにかば焼きさん太郎を切っていきます。よいしょ。お、すごいカリッカリに仕上がってますね。ちょっと味見してみます。確かに料理バサミだと簡単に切れそうですね、これ。そっちの方がいいかもしれない、かば焼きさん太郎とかを、料理するときは。よいしょ。これを今パリパリとちぎっているんですけれども、よいしょ。あ、これちょっといい感じに、なんかすごい、これミルフィーユみたいな感じになってきました。積み重ねてるんですけど、よいしょ、見えますか。なあ、これ見てください、かば焼きさん太郎でミルフィーユを作ってみました。これミルフィーユはじゃあデザートなので端っこに置いておきます。よいしょ。あとはですね、あれ、この残ってるのは食べちゃいます。かば焼きさん太郎って、なんだろう、何のかば焼き、あ、うなぎのかば焼きか、これ。うなぎ、アナゴ、どっちですかね。ちょっと気になるんですけど、すごいイラストがすごい美味しそうですよ、これ。うなぎっぽいですね、味的にも。うなぎみたいな味ですね。あ、ゾルキさんこんばんはです、いつもありがとうございます。はい、それではですね、次に
さあこちらの綿あめを使ってみたいと思います。綿あめをよいしょ、綿あめグレープ味、おすごい美味しそうな、なんかこのイラストの2人がすごい楽しそうな感じですね。はい、あ、スティッカムからは直接ログインできないのかな。こちらからも動画配信できる準備はしているのだけど、あ、できますよ。スティッカムから直接ログインすることできますので、はい、そうですね、番組のタイムテーブルがあるんですけれども、そちらにしおりんの料理教室のスティッカムの URL がございますので、そちらの方からもね見ていただけると、スティッカムからもログインできるようになっております。それではですね、あれ開かない開かないです、これ。ちょっとしおりんが手がベトベトでちょっと開かないですね、これ。いやー、はーい、あ、ドビキさん、じゃあ戻ってきてくださいね。これ包丁でちょっと開けてみたいと思います。えい、よいしょ、あ、開きました。わたあめ誕生です。わたあめ出てきました。よいしょ、あ、いっぱい出てきちゃいました。すごいですねこれわたあめ、なんかすごいすごいふわふわですよこれ。しかも、あ、そうだ、こっちマスカットとベリー味で分かれてるから、こっちがマスカットなんですね。ちょっとほんのり緑色になってるんですよこちらが。うん、うん、すごい、これ一瞬のうちに口の中で溶けますね。あ、エプロンが似合ってます、ありがとうございます。いや、美味しいですねこれ、美味しい、こっちのベリー味。これはすごいですね。この綿あめの質感を生かしたお料理にしたいと思うんですけれども、どれ使おうかな。今あるのがピーラーと、あとこれですね、おろし器があるんですけど、おろし器使ってみますか。ちょっとこれおろし器を、よいしょ、あ、おろせてる、おろせてる。それで、あ、じゃあこのお皿の上に向かってちょっとおろしてみますか。よいしょ、わたあめを、史上初だと思いますこれ、わたあめを大根おろし器でおろしてみます。わー、見えますか、見えますか、すごいあれですよ、雪のような、ほら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 、すごくないですか。あ、ちゃんとおろせる。しかしカオスな番組、いや、そんなことはございません。こちらの番組はですね、あのしおりんがあのとっても真剣にやっている番組ですので、そちらの方ご理解くださいませ。はい、わたあめを、いや、わたあめがこんなになっちゃいましたよこんなに見えますか、わたあめが雪のようにお皿に盛られていきます。さあ、こっちのねグレープ味の方もおろしていきたいと思います。なんか今ですね、この穴ぼこがちょっと埋まってしまっていて、わたあめが詰まってしまいましたねこちら。ちょっと待ってくださいね。わたあめを取り除いていきます、こちらお箸でね。はい、この番組は今日からとなっております。毎週月曜日の夜8時からとなっております。はい、今ちょっと大根おろし器に詰まった綿あめを取り除いております。よいしょ、こういった地道な作業が
美味しい料理を作るためには必要になっております。うん、はい、毎週見れますね。はい、楽しみにしていてください。毎週高級料理を作るために頑張りますので、よいしょ、あ、いい感じですね。じゃあ今はこのボコボコの部分を使ったんですけれども、こちらにですね、この刃がついてるのは見えますか。こちらでスライスしてみますね、わたあめの方を。えい、え、なんでできないんですかね。できなかったです。なんか詰まってる感じですね。ああ、今あのですね、キャベツの千切りとかオニオンスライスとかを作るため の、 あのスライスのところで綿あめをスライスしようとしているのですが、緊急事態です。おろせないです。はい、うん、あ、こっち側使うんですかね、これ。あ、こっち側かもしれないです。反対側でちょっとやっていたみたいですね。はい、あ、あ、あ、いやー、なんか、あ、これはこっちの穴ぼこですね。やっぱり穴ぼこを使いましょう。よいしょ、お、わたあめおろしが出来上がっております。なんかボトボト落ちてますね。よいしょ、じゃあそろそろまな板の上がいっぱいになってきてしまったので食べます。英語が読めないです。新しい方が入出してきてくださったのですが、英語が読めないです。アンデフィネドさん、こんばんはです。はい、なんて読むのか教えていただけると嬉しいです。あ、ズズキさん、お帰りなさいです。はい、今ですね、まな板の上にいっぱい広がっている綿あめの方を食べて始末しているところでございます。うん、うん、アンディファインドさん、アンディファインドさん、こんばんはです。今ですね、わたあめを一気に食べすぎてちょっと虫歯にわたあめが詰まってしまって痛い感じです。うん、うん、メルリプレットさん、接続が、あ、でもやっと繋がりました。あ、ありがとうございます。はい、じゃあですね、しおりん特製高級ワインを飲んでみたいと思います。うん、ティカムはここまで来るのに時間がかかるね。あ、ソルキさんが映ってる。ソルキさんだ。うん、おお、ご無沙汰しております。はい、ではですね、先ほども行ったんですけど、こちらの穴ぼこをきれいにします。えい、見えますか、これ大根の隙の中に詰まった綿あめを取り除いているところでございます。難しい、ちょっと詰まりすぎてしまいました。いや、これは難しい。これは難しいです。えい。いや、料理にはこういった地道な作業が重要でございます。しおりんは今、とても一生懸命です。はい、大根おろし器に綿あめ、大根おろし器で綿あめをおろしました。それがですね、こちらにございます。綿あめおろしでございます。
取り除くのが大変ですね、こちら。よいしょ。このおろし金のところ、この刃物のところにも詰まってしまいまして、後で洗わないとですね、でもこの詰まってるものがちょっともったいないので、全部食べたいじゃないですか、やっぱり。この詰まっているカスまで食べたいので、はい。よいしょ。ちゃんとね、全部取り除いてあげてください。皆さんもお料理中には、こうやってね、詰まってしまったものは。綿飴って、露店で売ってるやつでしょ？露店じゃなくても買えるんです。こちらですね。私、はい、有限会社佐藤製菓さんで、販売しております。よいしょ。あ、じゃあいい感じに取り除けたので、じゃあこれは端っこに避けておきます。で、次にですね、先ほどピックアップした人参ですね。こちらの方じゃ人参切っていこうと思います。手は猫の手です。お、切れました。人参切れてます、ちゃんと。お、人参結構簡単に切れますね。包丁の持ち方が違うよ。そうですか。こうじゃないんですか。こうやって挟むんじゃないんですか、包丁。こうですか。え、こうじゃないですよ。こうじゃないんですか。こうやってつまむんじゃないですか。こうじゃないと力入んなくないですか。あ、こうですよね。よかったよかった。じゃあ人参を引き続き切っていきます。よいしょ。ビニール袋の上から切るのがポイントです。よいしょ。かば焼きさん太郎より切れる。すげえ音してるんですけど。あ、これは人参を切っている音です。人参を切っています。よいしょ。ちゃんとバーコードの部分も使いますので、こちらも残さないようにしてください。まあ、こんな感じですかね。人参が切れました。見えますか、人参。人参がちゃんと切れました。こちらの方も、はい。今日は田中マネはいるのかな。はい、いらっしゃいますね、今。よいしょ。人参も盛り付けていこうと思います。人参は、じゃあこれをなんて言うんですかね、お料理とかに周りについてるお花とかあるじゃないですか、それに見立ててみたいと思います。お花っぽい形に。よいしょ。あー、なんかバラの花のようになってきました、人参が。よいしょ。あ、こんな感じですかね。あ、できました。人参で作ったバラの花です。で、これを添え物として端っこに置いておきます。で、ここに散らかっている
人参の中身があるんですけど、これは今食べちゃいます。料理は速さを競うものですので、こう食べるときも素早く食べるのがポイントでございます。急がないと食材が傷んでしまいますので。そもそもこのワインは本物？こちらはですね、しおりんオリジナルワインですので本物です。このワインはですね、トップバリューです。濃縮還元グレープジュース 100% です。本物です。ワインを飲みながら番組をできるなんてすごいセレブな気分でございます。本物のジュースだね。いえ、しおりん特製ワインでございます。よいしょよいしょ。他にですね、もう一品ぐらい付け加えましょうか。今出来上がっているのがですね、こちらなんですけれども、見えますか？あんま斜めにすると落ちちゃうかな。これなんですけれども、もう一品ぐらい欲しいですね。もう一品ぐらい欲しいので、どれにしようかな。あ、これいいじゃないですか。花串のカステーラ、毎度ありがとうございます。このカステーラは純良なる原料で美味しく焼き上げたもので、子供たちに人気のおやつですらしいです。じゃあこれを使っていきたいと思います。ヒゲ男爵だと簡単なんだけどね。あ、そうなんですか。あ、でも私は違いますよ。私はワインです。取り急ぎワインだなんて、しおりん大人だな。大人ですよ、もう大人なんでね、お酒も飲めちゃうし。こちらにあるカステーラを使っていきたいと思います。ではですね、こちらに大さじ、小さじ、小さじの2分の1がございますので、じゃあ大さじ1個分ぐらい使いたいと思います。じゃあ大さじをちょっと置いておきますね。で、これはこのおろし器のここの部分知ってますか？ここの部分はですね、すごいザラザラしてるんです。ここのザラザラしている部分でこれを粉にしていきたいと思います。よいしょ。まずこの、あ、落としてしまいました。3秒ルール落としてないです、大丈夫です。このカステーラ、カステラじゃないです、カステーラですよ、カステーラ、カステーラを戻していきます。3秒ルール、適用成功。はい、適用成功しました。ただいま、ファンタだと炭酸抜かすんすかね。ああ、でもそんな感じがしますよね。炭酸入ってるように見えないですもんね。じゃあこの竹串は、あ、いいこと思いついた。これをこうやって先ほど作ったうまい棒の輪切りを刺していきます。可愛くないですか？可愛くないですか？これ焼き鳥みたいになりました。はい、こちらの方もじゃあ添えておきます。いや、
すごい可愛いのができちゃいました。うんうん。ではですね、こちらのカステーラをこのおろし器のザラザラでおろしていきます。お、どんどん粉になっていきます。しおりんのツボが分かりづらい。そうですか？そんなことはないです。私はいや分かりやすい人間だと思いますよ私。うん、分かりやすいですよ。はい、カステーラを粉カステーラにしていきます。おおおお、これをとにかくおろしまくります。見えますか、おろしているところ。焼き鳥とか、焼き鳥かわいいじゃないですか。かわいいと思いませんか。かわいいんですよ焼き鳥。よいしょ。あ、なんか慣れてきました。カステーラをおろすのに慣れてきました。もうすごい速さでおろしております。で、こちらもおろしていきます。いや、お料理って楽しいですね。要するに駄菓子をスライサーやおろし器で崩壊する、そんなことはありません。私は料理を作っているのです。崩壊なんかじゃありません。私は新しいものを作っているんです。で、そのカステラパウダーをどうするのだ。いや、一気飲みはしないです。そんなことはできないです。むせます。このパウダーを、そうですね、あ、じゃあパウダーを、よいしょ、これをここに置いときます。で、はい、こちらに、あ、大さじ1杯分もたまらなかったですね。うん、じゃあ小さじ1杯分カステーラがを使います。カステーラの粉、よいしょ、小さじ1杯分取り出したんで、これコネコネしていきます。よいしょ、コネコネします。うん、コネコネすればつながるはず。これは私の想像だとクッキーの生地みたいになるはずなんですけど、なんかならない。ああ、これを、くっつくと思ったのに、なんか水分が足りないんです。これは多分水分を混ぜます。あ、これで、あ、つながりそうです。うまく垂らせない。あ、垂らせました。これで、あ、なんか料理らしくなってきました。うんうん、こうやって、あ、つながってきました。カステーラがなんか変な匂いがします。いや、変な匂いじゃないです。でもなんか嗅いだことのある香り。なんだこれは。今しおりん特製ワインとカステーラを混ぜ合わせているのですが、ツナ缶のような香りがし始めたんですが、これはどういったことですか。はい、というかアプレッシオリン時代の粘土とどこが違うのだ。違いますよ、これは違います。創作料理です。はい、うんうんうん、業務連絡とシッカムからの接続が不安定で番組配信が始まったのが2
20時20分くらいでしたか。あ、さようでございますか。それは大変だ。いや、ああこれはツナですね。ツナになりました。じゃあツナなんで、お魚の型で型を抜いていきます。えい、あ、お魚になるから、これでお魚に、よいしょ。あ、なんなかったです。なんか惜しいですね。なんか惜しい感じになってしまいました。ちょっと一旦この辺を片そうと思います。よいしょ。自由空間の方からは見えているんだけど、スティッカム経由だとなかなかつながらないんですよ。あ、そうなんですか。あらら、よいしょ。今拭いてます。今ですね、まな板の上がなんかすごいことになっておりますので。あ、あとこれいいんじゃないですか。これ、これは何ですかね。これはなんだ、こうですかね。いいですね、これ。うん、これも使ってみたいと思います。よいしょ。レモンゼリーかな。よいしょよいしょよいしょ。ああ、ちょっと吸ってみます。うん、うん、これはこれはこれは、すいません、なんかうまいことを言おうと思ったんですけど別に思いつかなかったんで、はい、まあいいや。じゃあこれを垂らしていきます。あ、これはなんか高級料理っぽいですね。フルーツジュレ。あ、よいしょ。ここの、さっき作ったミルフィーユの周りに。あら、かわいらしい。あら、かわいらしい。すごいんですよ。さあ、完成でーす。出来上がりました。こちらがですね、あ、じゃあとりあえず材料を振り返ってみましょう。材料が途中で2つ追加してるんで、これ何やってるんですか。これはですね、創作料理を作っているところでございます。わからないんですか。よいしょ。ここはカステーラ、テーラとゼリー。はい、それでは今日の材料なんですけれども、うまい棒と人参と綿菓子とかば焼き三太郎とカステーラとゼリーの何点だ、6点になっております。こちらでですね、こちら完成品なんですけれども、こちらはうまい棒たこ焼き味の、なんだろう、串刺し風で、でこれが人参でできたお花です。でこの料理がかば焼き三太郎ミルフィーユ風フルーツジュレ添え。これちょっと、うん、これはやっぱツナなんです、香りが。なのでカステーラのツナ風ですね、こちら。うん、それにあの粉雪のような綿菓子を振りかけてあるんで、はい、まるで冬のゲレンデのような仕上がりになっております。まあ料理みたいなものを題材にした漫才という見解で、漫才ではないです、違います。いや本当に違うんです、本当に違うんです。そんなんじゃないんです、そんなんじゃないんです。これは熱気とした料理番組です。よいしょ。よいしょ。
はですね、今日作ったお料理の名前を書いていきたいと思います。よいしょ。それにしても散らかってしまいましたね、これ。試食のコーナーございますよ。試食のコーナー今から食べますよ、私が。じゃあ料理名がとうまい棒、いい棒、うまい棒リングの串刺しで、人のお花。これ写真残しておきたいですね、食べる前に、試食する前に。カメラありませんか？そうですね、かば焼き、か焼き三太郎のミルフィーユのミルフィーユフルーツジュレゾエとカステーラのツナ。はい、今日の料理名はこちらになっております。はい、うまい棒の串刺し、はい、2個目が人参のお花、3つ目がかば焼き三太郎のミルフィーユ風フルーツジュエレゾエですね。で、4点目がカステーラのツナです。はい、出来上がりました。はい、写メでいいんじゃない？ブログに載せて、はい、載っけます。じゃあこれを写真を撮っていきたいと思います。パシャ。お、ちゃんと撮れました。じゃあこちらの方ですね、お料理が出来上がりましたので、はい、こちらお箸とこちらフォークです。こちらフォークとスプーンとこちらのナイフで食べていこうと思います。じゃあ試食の方行ってみたいと思います。いただきます。じゃあまずうまい棒の名前なんだっけ、うまい棒リングの串刺しを食べていきたいと思います。はい、カステーラのツナ、意味不明じゃないです、カステーラのツナなんです。はい、これで1時間持たせるんだから、しおりんある意味天才だよね。いえいえ、普通の主婦でございますよ、私。普通の主婦、新米主婦として作っている感じですので。はい。いただきます。うまい棒が、まるで、これ、目つぶって食べれば、焼き鳥ですよ、これ。焼き鳥にしか思えないです。目つぶって食べてみます。えい、これは焼き鳥です。うまい棒で焼き鳥を作ってしまいました。はい、主婦だったのか、婚姻届け。いや、この番組の中では新米主婦という、感じですよ。はい。今度はしおりんのお料理本なんか作ったら楽しいかも。あ、いいですね。こちらの方ぜひぜひ、私の会社の方で検討してみたいと思います。ではですね、次に、こちらの人参でできたお花は、あ、すごい、バー構造の部分ばっかり使って作ってしまいましたね。
こちらは添え物なので、じゃ避けてしまいますね。で、じゃあミルフィーユ、かば焼きさん太郎のミルフィーユ風フルーツジュレ添え、これは本当見た感じこれパイの実にしか見えないですよ。これすごくないですか。パイの実に見えます、かば焼きさん太郎が。うん、いや、パイの実じゃないです。パイの実じゃないです。ミルフィーユに見えます。じゃあ、いただきます。ミルフィーユなので、これ全部重ねて食べたいと思います。刺さんない。刺さんない。刺さんない。ああ、崩壊しています、ちょっと。止まってくださいね。これ、あ、じゃあナイフとフォークをうまく使って、じゃあこのミルフィーユを食べます。あ、うん、うん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 、買ってあるの。このかば焼きさん太郎とこのミルフィーユがうなぎの味なんですよ。うなぎにフルーツ添えてあるんですよ。想像してみてください。うなぎのジューシーなうなぎがさらにこのフルーティーなフルーツジュレに、ジュレのおかげで、すごく引き立っていますね。あとこのカステーラのツナいただきます。これちょこっとしか食べてないわけではないです。これはいただきます。大丈夫です。はい、美味しかったです。カステーラのツナもね、すごい美味しく出来上がっておりました。はい、あ、それではですね、番組の方そろそろ終了となりましたので、いや、皆さんいかがでしたか。しおりのお料理教室はお便りの方も募集してますので、番組の方にじゃんじゃんお便りの方応募してくださいね。はい、それでは来週も月曜日の夜からしおりの料理教室の方見てくださいね。それではさようなら。